こんにちは、女性ホルモン大学の木内です。アシスタントの平本です。はい、このチャンネルでは女性ホルモンをテーマとした生理や PMS についてのお話、女性の健康や美容についての、様々な情報をお届けしていくチャンネルです。今日もですね、皆さんのお役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマはですね、生理前の眠気についてのお話をしていきたいと思います。はい、平本ちゃん、生理前とか生理中にとんでもなく眠くなることありませんか？すごく多くあります。あるよね。もう生理前の授業とか、本当にコクコクってなって寝ちゃうこととかもありますし、結構眠気にはやられてしまいますね。なんかこう自分ではコントロールがちょっと効かないような感じで、こう眠気が襲ってくることが、ね、ある人もいると思うんですけども、まあ、そのあたりがちょっとなんで起こるのかっていうのを今日はお話ししていきたいと思います。はい、生理前に眠くなる原因はですね、ホルモンバランスの変化による体温が影響しています。で、こちらはですね、プロゲステロンという生理前に分泌が増えていくホルモンが関係しているんですけれども、女性は排卵後には高温期という、分類に入っていきます。でこれがプロゲステロンが体温を上昇させることによる働きが関わっているんですね。で通常人は深部体温という、体の中心の温度が下がっていくと眠くなっていって、この深部体温が上がっていくと目覚めですね、覚醒していくような、体質というか、人間の、仕組みになっているんですけれども、この高温期の時期になると夜になって本来なら深部体温が下がっていく時間になっても、体温の変化があまり起きないので、深部体温が下がらずに、そのためにですね、寝つきが悪くなってしまったりとか、睡眠の質が下がってしまうというのにつながってしまうということがあります。なので、夜の眠りがなかなか質がうまく取れなかったりとか、寝つきが悪くなってしまうことによって、次の日の日中に眠気が襲ってしまう。なので、日中にですね、ちょっと眠くなることが増えるということにつながっていきます。はい、またですね、 PMS で、生理前に気分の落ち込みやイライラを感じているという方は、セロトニンが不足していることで睡眠の質の低下につながっている場合があります。生理前はですね、エストロゲンが低下していくことによってセロトニンの分泌も減少していくんですけれども、このセロトニンという物質は眠気を促す、睡眠に欠かせないですね、メラトニンという物質の材料になっているんですね。なのでこのセロトニンの低下で、メラトニンも作られずにですね、睡眠の質が下がってしまうというところにつながります。であと、セロトニンが低下していくとですね、感情が安定しなくなってくるので、そういった意味で夜寝つきが悪くなってしまうというところも原因の一つに考えられます。なので結果的にですね、セロトニンの分泌を増やしていくっていうのがすごく大切になってきます。はい、ということで今回は生理前の眠気についてですね、その原因についてお話ししてきました。次回はですね、この内容を踏まえて対策方法についてお話ししていきたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。